100キロ超級日本代表宗田康幸、初戦2回戦に向かいます。初戦の相手はヨーロッパ選手権2位、地元オランダウィステルス。1回戦であのロシアのミハイリンを下してこの2回戦に上がってきました地元オランダウィステルスが日本宗田初戦の相手です。100キロ超級の戦いが始まりました。まずはがっちり組み合っています。足を出します宗田、しっかり組めてますが、金丸さんこの展開どうですか。出だしそうですね、本当に相手内股に相手はまともに組んできますから、やりやすいと思いますよ。はい、まあ、大方の予想ではここはミハイリンとの顔合わせになるのではないかというふうに思われましたが、そのミハイリンをこのオランダのウィステルスが倒して宗田との戦い2回戦に上がってきました。ウィステルスは右組み、喧嘩打ちになります。また距離が縮まった。いきますよ、チャンスですよ。足の距離をかけている宗田、釣り手は取った、足をかけた、小外に行く、ポイントはありません。序盤から宗田が攻め込んでいます。非常にいい形で金丸さん立ち上がっていると見ていいですか。そうですね、本当にあの組手があの自分ペースなので、はい、あの投げれると思います。しっかり組んでいます宗田。前回2007年リオ世界選手権無差別級で金メダル、2003年の100キロ超級金と合わせて2階級制覇を達成した前回の世界選手権でした。今回ここまで日本男子に金メダルはありません。最終日また宗田が救うか、力はあります。コーチボックスには井上康生コーチが宗田の傍らに入っています。残り3分42秒オランダのウィステルスに指導です。まだポイントとしては半減されませんが、これで宗田が展開しやすくなりました。金丸さん、ここから宗田に必要なことは何ですか。そうですね、あのさっきの場外側のもつれた時のように、はい、あの中途半端に行きますと返されますので、はい、まあ、前を持って距離を持って、使ってですね、はい、あの攻撃していた方がいいと思いますね。立ち上がりよりも宗田が釣り手で距離を取り出しましたかね。はい、接近していた。さあ内股に行く、ここまで日本男子金メダルなしで迎えた最終日、この宗田が前回2007年リオあの無差別金メダルと同様日本男子の窮地を救うか。宗田康幸、オランダウィステルスを下しています。この放送は力はあります。コーチボックスには井上康生コーチが宗田の傍らに入っています。残り3分42秒オランダのウィステルスに指導です。まだポイントとしては半減されませんが、これで宗田が展開しやすくなりました。金丸さん、ここから宗田に必要なことは何ですか。そうですね、金丸さん立ち上がっていると見ていいですか。そうですね、本当にあの組手があの自分ペースなので、はい、あの投げれると思います。しっかり組んでいます宗田。前回2007年リオ世界選手権無差別級で金メダル、2003年の100キロ超級金と合わせて2階級制覇を達成した前回の世界選手権でした。今回ここまで日本男子に金メダルはありません。最終日また宗田が救うか。宗田との戦い2回戦に上がってきました。ウィステルスは右組み、喧嘩打ちになります。また距離が縮まった。いきますよ、チャンスですよ。足の距離をかけている宗田、釣り手は取った、足をかけた、小外に行く、ポイントはありません。序盤から宗田が攻め込んでいます。非常にいい形で絡まって100キロ超級日本代表宗田康幸、初戦2回戦に向かいます。初戦の相手はヨーロッパ選手権2位、地元オランダウィステルス。1回戦であのロシアのミハイリンを下してこの2回戦に上がってきました。地元オランダウィステルスが日本宗田初戦の相手です。100キロ超級の戦いが始まりました。まずはがっちり組み合っています。足を出します宗田、しっかり組めてますが、金丸さんこの展開どうですか。出だし、そうですね、本当に相手内股に行く、相手はまともに組んできますから、あのやりやすいと思いますよ。はい、まあ、
大方の予想ではここはミハイリンとの顔合わせになるのではないかというふうに思われましたが、そのミハイリンをこのオランダのウィステルスが倒して